はい、こんにちは、キャットマンです。冨安50試合目にして、初得点を取りましたということで、今日は冨安変えていきたいと思います。まあ、もう今日は背中やもんで、あんまり、まあ冨安顔四角で細いっていう感じで、この四角形で描くんですけど、もっと印象的なゴールかなって思ったんですけど、まあ、あの、アディショナルタイムに得点を取ったっていうことだったんですけど、まあ、感動秘話ありましたね。このゴール、去年亡くなったお母さんに捧げる。ちょっと感動しちゃいましたね。去年そんな状態で、プレイしてたんですね。怪我もあって、パスをミスして、いや、これチームメイト知っとるんやな、多分知っとったな、なんかそんな気がしたもんな。みんなが嬉しそうやったもんな。でもそういう精神状態でやるのすごいな。やっぱり休んどったかそれで。いや、ちょっとね、感動しちゃいましたね。あれすごいな。そういうので聞くと、やっぱりあのレベルであると、まあどのレベルで何してもそうなんやけど、やっぱりすごい。プレミアリーグでやってること自体がすごい。トミーすごいわ。途中出場やけどすごいな、やっぱり。なかなかでも難しいな、ポジション取るの。今日は右サイドバックかな、いつも左サイドとか。なかなか難しい役割やな、あのポジション。結構変わっとるもんな、アーセナル。というよりも、まあ、その、結構硬いっていうか、前突き刺したりワンツーやり、まあ当然1対1は強い、取られない、まあ、1枚剥がして出す、1枚剥がして出すっていうのはそんなにないよな、他のチームに比べて。ただしっかりポゼッションでパス回して、でもそのポゼッションはそうだよな、みんなお気づきかと思いますけど、ポゼッションすぎて人を人数かけてもそこのポジションが渋滞したり、開けたらちゃんと入ったり。だから実は人は変わってなくて、人が動くだけであって、だから前半空いて止まった状態なんで、何も変わらんだっていう状況が、それがちょっとどん詰まっとったな。まあ相手も30分ぐらい無失点違ったのかな、確か。そんな気したんやけどな、相手も。まあでも、もう偉いな、あそこでは、あのチームでは。もう、降格決定やな、どう考えても。シェフィールド。前回も一勝も、20年21シーズン一勝もしてないって言ったもん。それシェフィールドっていう、一緒のチームっていう。まあでも、上がってくるんやもんな、ちゃんと。資金があればって感じなんやろな。なかなか、だから、上がってくるってことは、結構、頑張っとんねんな。もうプレミアでやるの難しいな。うわ、鼻が出てきた。ちょっと鼻かみます。まあ冨安でも感動秘話やな、みんなそれ知らんもんな。感動秘話やな、俺もちょっと感動したな。あ、知っとんねんな、チームメイト。足でやんだな、ディフェンスも。でも今日の試合多分みんな思ったと思うけど、選手は見えたかもしれんけど、俺全然見えやんだね、色が。グレーなんやな、選手レベルまで下がると。
それは感じたな。こんな感じの選手やな。もう黄色のボールか、難しいボールやけど角か黄色で書いてあるか。でもね、あのボールもらえやんだな今日。あれ、あと5のがいいやろ今日。ハットトリック戦エンケティアか、これ読みやけどね。エンケティア多分エンって違うフレーズなんやろな。エンケティア今日黄色やったもんな。ボールハットトリック取ったもんな。3点目は緑やもんな。なかなか手堅いアーセナルにしてはその緑って珍しい。富安ユニオンも後ろ何やろ、富なのかな。ちょっと調べようかな、また今度富にしとこう。アーセナルな、おお、アーセナル、アーセナルカラー、これ難しいな、この難しい朱色みたいな、薄いんやもんな少し。こんなもんか、なんか違うなんか違うけど、まあ白を描くか赤描いてから白を描くか難しいとこで、これちょっとペンで描くか。だからこう、これがこうなとだな多分。で腕までこうだよな。ちょっと待って、腕までこう、ちょっとおかしいけど、これが白でゴールドが入ってるもんな今年で。ここも線が入っとって白がこうだよな。なんか難しいけど、白で全部白いもんな。あでも若干これ赤入っとんねや。なるほど、ああ去年の。でもまあどうだろうな、移籍するんかな来年。来年移籍するかな。結構もったいないもんな使わんの。結構使わんのもったいない富安を。アーセナル自体がな、なかなか手堅い。スペイン人監督なんやな。1個多いけどまあいいか、これも白でええわ。ここも白、よいしょ。白のペンでブラシで、ブラシになっとってんなんで。まあいいか、これがトミーでええか、かけやもん。あ、もう一個細くや。でもいいやつなんやろな富安って。だから去年のあのバックパス見せた時って精神的に来とったんかな。誰でもせやわな。なんかちょっと感動しちゃったな。母親に捧げますやもんな。すごいな、隠しとったよな今まで。トミーやったな、よかったな。そうね、今日の問題はそんなことじゃない。じゃあそう大きいけど、今日の問題はユニフォームやわ。全然わからんだ、白やもん相手も。これがなんで白が、テレビで見とったら白なんやけど、これがまさかの
ピッチ上に降りるとグレーっていう、あ、グレーになっとったっていう、この全部グレーで赤なんやな、ラインがストッキングがひどいわ。グレーでちょっとグレー、ちょこんなもんやもんな、これさ、こんなことある、これやもんな。あ、シェフィールドの鍋で赤が入るんやな、これがアーセナルと一緒の赤っちゃうんやけど、そんなもう見えやもんな、こんな。結構俺試合始まってから見に行くと思ったけど、まあ、みんな何も思わんか、俺だけかな、めっちゃ見にくいやんと思って。でここにも入ったんやろ、もう全身なんかここで、ここに胸にさ、胸に入っとんねって、なんか恐ろしいのは CFY って入っとんねって、むちゃくちゃなもんが。これ C F I かなんか知らんけど、いや1か、すごい、こんな入っとんねやもんな、これ分からんやな、これちょっと黒人やな、この人は。でしてもスパイクは白なんやな。まあでもアーセナル手堅いな、なんていうの、サッカーって思うんですね、サッカーをしとるな、なんか俺の言うとりも分かるかな、サッカーをしとる、うん、基本に忠実な、それが早い段階でなっとるんやけど、まあ硬いわな、リーグ戦には持ってこいやけど、じゃあこうおらんのな、流れを、結局流れ変えるも選手変えてスピードとかやもんな、ファンタジスタなしはいらんのかな今のサッカー。いやでもおるもんな強いチームは、やっぱりやっぱりおるもんな。見たいな、久保プレミアでどうなるんやろ。サカもスピードで抜くてカットインでシュートで、ただおもろないもんな、日本人やでかな日本人はミッドフィルダー好きやで、キャプテン翼の影響でっていう噂がちらほら。今日のボール黄色か、黄色でわかるかな、黄色にしちゃうよねえか、せっかくやで。ほら今日は黄色やったな、よいしょ、布忘れとった、線ん、ここなのか、ここが入っとるもんな、ズボンに入ってないな、なんやろなこのマーク。でまあこれでこんな感じか今日は。プレミア初ゴールやもんな、ここに書こう、プレミア初ゴール。まあええか、適当に振り入れや。50試合目にして、ああプレミア、おお、かけとるやん、る。冨安健洋、これは
いつもの文字入れ。最後に書いたのは何やろうな。ああ、こうか。文字追加。おお、おるおるおる。縦になっとるんちゃう。おお、これ前、ああ、違うか。これをこうして。こんなもんか。できました。プレミアゴール、プレミア初ゴール、冨安健洋ナイスゴールでした。まあスタメンとは言わんけど、まあこのまま続けていければスタメンじゃなくてもええもんな。試合数多いもんな今シーズン。なんかタイトル取ってくれたら嬉しいです。キャットマンでした。チャンネル登録よろしくお願いします。